ごきげんよう。おはようございます。プロデューサーさん、今日も一緒に頑張りましょう。プロデューサーさん、旅先のお土産とかそういうの詳しいです？今度ロケ行ったら私の実家へのお土産一緒に選んでもらえません？もうお母さんがメールで笑かすんですよ。東京の人はほんまに美味しいたこ焼きを知らへん。せやから今度私が作ってあげるわ。食べてな、プロデューサーさん。私、横山直って言います。お兄さんがプロデューサーさん？オーディションに参加させてもらえて私めっちゃ嬉しいです。今日は精一杯頑張りますから、どうぞよろしくお願いします。横山さん、なんや、他人行儀やな。遠慮いりませんから、なおって呼んでください。はい、そうです。今日も新幹線でビューンって大阪から来ました。あ、途中で富士山見えたんですけど、東京からも見えるってほんまですか？富士山見えるとかかっこいいですね。それはですね、近所のおばちゃんに言われたからです。あんたくらい可愛かったら東京でアイドルになれるでって言われまして、それでオーディション受けに来ました。私もそう思います。我ながら単純やなって。でもアイドルって女の子なら一回は憧れるものやないですか？それになれるって言われたら挑戦しとかんと損やと思うんです。人生一度きりやし。
実家に帰ったらプロデューサーさんに会われへんの寂しいな。メールしていい？写真って何に使うんですか？配る！私の写真をですか？そうなんですか。お仕事をもらうために。もらうのに業界中に配るって聞くと、なんや話が大きなってきたなと思って。おじ気づいてません。ただちょっと緊張しただけで。だって私ついこの間まで普通の女子高生ですよ。ちょっとはビビりますにアイドル宣言。あかん、ますます緊張してきた。プロデューサーさんのくせに新人アイドル追い詰めてどないするんですか。笑顔で。私がアイドルを楽しんでるところ。あ、ちょっとプロデューサーさんのくせにアイドルのセリフ取らんといてもらいます。そうでしょ、自分でもそう思いますもん。でも、そうそう、人生は一度きりでした。私、これから憧れのアイドルになれるんや。緊張なんかしてたらめっちゃ損やんな。はい、なんや、元気になってきました。プロデューサーさんは P1 やな。よっしゃ、横山の行ってきます。アイドルめっちゃ楽しんできますわ。プロデューサーさん、見てこの写真、とびっきりの笑顔ですよ。私、アイドルっぽいですか？
私に東京案内してやん、デートみたいに。え、絶対に遅刻するからやだ。せえへんて。プロデューサーさん、どないしたんですか？私に何か用事です？あ、ちゃいます。緊張はしてますけど、そういうんやなくて、私ちょっと前まで普通の女子高生やったのに、今からここで歌うとか信じられへんなと思って。アイドル、どこやまんの。私がほんまにアイドルになれるなんて。これもみんなのおかげです。私のことアイドルになれるでって言ってくれた近所のおばちゃん、私の夢やからって東京行きを許してくれたお父さんお母さん、面倒を見てくれる兄貴、いろいろと支えてくれたプロデューサーさんも、みんなみんなありがとうな。してもらったのに泣いたらあかんやん。すいません、プロデューサーさん、私パパッと直してもらってきます。僕の仕事やったらいくらでもできるで。どんどん持ってきて。プロデューサーさん、お疲れ様です。ちょっといいですか？
ずっと収録やったし、プロデューサーさんもお腹減ってるんちゃうかなと思いまして、さっきの収録で新しいお好み焼きのレシピ紹介してたやないですか。私事務所で作ってあげますよ。任しといてください。まあ美味しいお好みを焼くにはレシピも大事やけど、何より大事なコツがあるんです。なんやと思います、プロデューサーさん。そうそう、それや。やっぱりみんなと食べたら美味しくなるもんな。ってなんでやねん。作るコツ言うたでしょ。まあいいです、せっかくやからみんなでお好み焼きパーティーや。ええやろプロデューサーさん。プロデューサーさんのために私が心を込めて1枚ずつ焼きますね。あのなあプロデューサーさん、それ半分焼いてないやん。お好み生焼きやん。どうしてもって言うなら作ってもいいですけど、お腹壊しても知りませんよ。仕事する前には何か食べて元気出さんと。プロデューサーさんもアメちゃん食べます？CM になった。ラジオのお仕事ってむっちゃ緊張するな。噛んでも撮り直しとかできへんし、せやけどいっぱい喋れてめっちゃ楽しいわ。プロデューサーさんもラジオのお仕事私に向いてると思いません？あ、もう時間や。放送が終わるまで全力でいっくでー。今なら何でもできる気します。うーん、もうじっとなんかしてられへんわ。プロデューサーさん、これからもよろしく。わー、いきなり遅刻してもうたわ。どうも、横山奈緒です。難しいことは抜きにして、まずは私と仲良し立ってくださいね。私もアイドルらしい格好すれば結構可愛くなれるやろ。せっかくやし写真撮って兄貴に自慢したらっかな。プロデューサーさん撮ってや。
デューサーさん、見に来てくれたんですか？歌もダンスもみっちりやってますよ。それに私、今めっちゃやる気なんです。プロデューサーさん、私をアイドルにしてくれてほんまにありがとう。はい、どんとこいです。私絶対すごいアイドルになりますから、ずっと見ててくださいね。プロデューサーさん、変なことを聞きますけど、私がアイドルになったん夢やないですよね？毎日大変ですけど、それ以上にめっちゃ楽しいんで、これ夢落ちやったらどないしようって。夢で終わらんようにプロデューサーさん、これからも私のことプロデュースしてな。みんなに見せびらかしたくなるやん。なあなあ、ここで踊ってもええかな。プロデューサーさん、一人部屋なんか寂しいやんな。かわいそうやし、打ち上げも兼ねて私が一緒にいてあげるわ。プロデューサーさん、私この間の温泉に忘れ物してもうたみたいで。はい、ラムネの瓶です。それです。せっかく綺麗に洗っといたのに荷物に入れ忘れたんかな。プロデューサーさんと乾杯した思い出、記念に取っときたかったのに。そんな、せっかくの記念やのに。どないしよう。私、今からラムネ買いに行ってきます。プロデューサーさん、ちょっとだけ、ちょっとだけ待っといてくださいね。くぅ、温泉の後ほどやないけど、やっぱりラムネは美味しいですね。ですよね。なんや、照れますね。プロデューサーさん、また美味しいラムネが飲めるように私めっちゃ頑張りますね。
てさあ行こうよ私たちのは東京弁喋らなあかんって言うとったけど、なんとかなるもんやな。私に東京案内してやん、デートみたいに。え？絶対に遅刻するからやだ？せえへんて。朝からレッスンやったん完璧に忘れとった。まだ間に合うやんな。ダッシュで行ってきます。私、めっちゃ朝に弱いねん。誰かさんがモーニングコールしてくれたらな。東京もそこそこ都会やけど、正直大阪にはちょっと及ばへんと思うねん。私、めっちゃ朝に弱いねん。誰かさんがモーニングコールしてくれたらな。お腹すいたな。なんか美味しいもん食べたい気分やわ。